今日のゲストは世界チャンピオン、素晴らしい方です。縄跳び世界一の黒田選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。縄跳びに関して、はい、いろいろお伺いさせていただきたいんですけど、はい、まず黒野選手の凄さを僕ちょっと見ていただいている方にお伝えしたいんですけど、はい、30秒間で212回そうですっていうところを、はい、考えられないですよ皆さん。30秒で200回超えですよ。で、3分間で、はい、3分だと今自己ベスト1006回、3分で1006回ですよ。あ、もう考えられないですね。で、あとはあれですね、20跳び、30跳び、40跳びとありながら、はい、黒田さんの中での最高何十跳びに、まあ、一応60までは、はい、60 1回ジャンプした時に6回回す。こう見てる方ってやっぱり20跳び、30跳びぐらいが多分マックスなのかなっていうところだと思うんですけど、はい、縄跳びを始めたきっかけっていうのをお伺いしてもよろしいですか。はい、そうですね、結構スポーツいろいろやってたんですけど、はい、縄跳びは実は大学からスタートして、大学からだったんですよ。それまでは本当にいろんなスポーツをやっていた感じで、へ、なんかこう大学で何かスポーツ新しいこと始めようかなみたいなことを思ってた時に、はい、ちょうどその行ってた大学のその市にクラブチームがあったんですよ、はい、大学ではなくて縄跳びのクラブチームが。そうです、はい、そのクラブチームの子たちが大学でちょっとパフォーマンスをしてて、はい、もうそれを見てこれだってなりました。もう本当に一人一本縄使って、はい、パフォーマンス集団がで、チームがたまたまそのシーンにあって、はい、でちょっと興味を持って始められたと、はい、そうです。もうそこが本当にきっかけですね。で、黒田さん今5年でお伺いしてもよろしいですか。はい、今30になったので大学を始めた、まあ、18歳ぐらいからそうですね縄跳び始められて、はい、今11年、2年で、世界チャンピオンになられたのは2015年の時です。2015年、6年ぐらい前ですね。そうですね、はい、今始めて本当5、6年ぐらいの時に、はい、すごいですね。いや、僕なんか小学校ぐらいからずっともう縄跳びずっとやってて、もうそれのあれかなと思ったんですけど。そうですね、なんかやっぱりまだこうマイナー競技って言われてることもあって、競技自体全然知らなくて、はい、ただもちろん縄跳び自体は好きだったので、はい、小学校中学校もやっぱり30跳びとかは得意ではありました。でももともと好きで、はい、まあ、やっていてってところなんですね、はい、逆に今縄跳びを今大学から始められて、はい、まあ、これからも本当に幼稚園の学校だったり小学生の子って体育の授業とか、はい、幼稚園でもあると思うんですけど、その中でなんかこのスポーツはやってたら縄跳び伸びるよとかっていう経験上何かありますか。あ、そうですね、やっぱり体操とかは結構つながっていて、はい、実は縄跳びってただ飛んでるだけじゃなくて、なんかバク転しながら飛ぶとかバク宙しながら跳びするとかっていう、はい、結構体操要素もあったりするんですね。パフォーマンスの中でと、はい、本当に普段の縄跳びの中でもってことですね。縄跳びの中で、はい、まあ、そういった競技もあって、まあ、結構、まあ、体操とかやってるとなんかやっぱ体幹とかも鍛わってますし、はい、そこ上がりの子はやっぱ強かったりしますね。あ、そうなんですね、はい、ただもう縄跳びジャンプ力だけではないっていうところですね。ではないですね、はい、縄跳び今小学生の子とかって本当に一生懸命練習して、はい、本当に前回りっていうんですか、前跳び、前跳び、はい、後ろ跳びとか、はい、交差跳び、あや跳びとかある中で、はい、一番やるにあたって練習方法でうまく跳ぶためには何かアドバイスとかってありますか。例えば腕を固定した方がいいとか、はい、ジャンプ力はつけた方がいいとか、はい、なんか今一つ例えば見ていただいてるお子さんとかに、はい、縄跳びのコツを教えるとすれば、はい、何が一番重要なのかな。そうですね、やっぱ回し方なのかなと思っていて、はい、正直別に自分もそんなにジャンプ力あるわけじゃないんですけど、はい、どっちかというと回しの技術でもう頑張ってるような感じで、結構最初小学生とかで、はい、前跳びをやりたいとか、はい、二次跳びやりたい子とかってなんか肩からこう大きくぐるぐる回しちゃうんですね、はい、イメージ的に、はい、僕ももうこうなってしまう。そうですよね、はいはいはい、でそうすると全然やっぱり円が大きくなってしまうので縄が早く回ってこないんですよ。あ、そういうことですね。ゆっくり回ってきちゃうので、はいはい、もっとこうやっぱコンパクトに回すことがすごい大事なので、もう肩とも固定しますし、もう肘も固定して、はい、なんか本当に手首だけで回す。でもう回すってよりかは僕はもう親指を立てて親指で上から下に落とすって、はい、落とすぐらい、はい、それが多分一番コンパクトにできるのかなと思って。もう固定したままってこと。もう本当に、はい、全部固定してますね。
こうぐる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 は絶対ならないように、ここだけで、ま、回して回してみたいな。結構みんな知らないんですよね。やっぱりどうしてももう一生懸命回すっていうところに、そうですね、小さい子って多分行くと思うんですよね、はい、大人になってもそんな感じのイメージだったので、はい、本当にちょっとしたコツで、なんかよくやっぱジャンプ力がないからとか筋力がないから飛べないっていう話は聞きますけど、でも実はそういうのよりかは本当ちょっと手首のコツとかだけで簡単に上手くなったりもするので、二重跳び三重跳びっていう形で練習していくここに関しては、はい、ジャンプ力で上まで上げるっていうよりかはもう早く回すかの方が、はい、そうですね、あれなんですね。正直これくらい飛べたら三重跳びはできます、はい、あ、本当これ、あ、本当にそれくらいで、もちろんまだこの手首の技術が上手くなければやっぱりジャンプももちろんいりますけど、はい、ジャンプをどれだけ高くよりかはどれだけ早く回すかっていう、はい、技術的なところで全然まだまだ伸びる余地があるので、ここはすごいいいことを聞いたなっていうところで、まあ、新たな発見ですし、はい、本当にみんなが縄跳びで通る道だと思うので、 そうです、はい、そこは本当に縄跳び苦手な子とかもちょっとそこを意識して練習してほしいなっていうのが、はい、思いますね。あとは今はもういろんな大会とか出られてると思うんですけれども、はい、今大体1日何時間ぐらい練習されてるんですか？そうですね、まあ、今普通にサラリーマンしながら生活してるので、はい、まあ、平日は仕事終わってから大体2時間ぐらいは、はい、個人で練習して、で休日はまあ個人練習と、あとチームの練習もあるので、はい、まあ、で大体休日は4時間5時間ぐらい練習で、もうほぼ週6、週7、そうですね、ほぼほぼ毎日飛んでらっしゃる、はい、もうちょっと若い時は毎日やってましたけど、最近はちょっと1日は休むようにはしてるんですけど、どうしてもやっぱこう持ってないと技術的なところが落ちてきちゃうので、はい、生触るようにはしてます。いや、それがやっぱ世界一の選手もやっぱり毎日練習するっていうところで、やっぱすごいですね。いや、そこは本当にやらないと。でも今どん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 、まあ、1回2回って記録を更新されるじゃないですか。はい、やっぱりそのためにクロノさんの中で努力してることってあります？やっぱ日々伸びてるじゃないですか。1回増えたとか、はい、1005回やったのが1006回とか、はい、まあ、それは何を意識されてやってらっしゃるんですか？はい、そうですね、まあ、結構自分はなんかこう理論的に進めていくタイプなので、はい、なんか単純にがむしゃら練習してったら伸びるっていうよりかはもう本当結構細かく自分なんかチェックしてます。動画見て手の部分がどうなってるだとか、はい、足の上げ方がどうなってるだとか、だから今日は足だけをちょっと部分練習しようみたいな、はい、ちょっと本当小さい課題をどん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 解決していくようなやり方を意識して、自分で映像を撮って、はい、それを分析して。そうです。逆にコーチとか監督さんっていらっしゃるんですか？昔はいたんですけど、はい、今ってやっぱり自分個人もそうですし、まあ、自分たちのチームだとかも、はい、本当世界のトップになってきたので、はい、なかなか今はいなくて、もう自分たちで、なんならチームの子が、はい、まあ、個人戦ではライバルにはなるので、はい、チーム同士でちょっと見合ったりしてますね。いや、そこまでのレベルってそうだね。教える人もいなければ、はい、本当に自分で分析して、はい、課題を見つけて、はい、ここがちょっと弱いんじゃないかなとか、はい、ここができてるなっていう、はい、その分析力もやっぱすごい立ててるなっていうのを感じましたね。ありがとうございます。世界一を取った時の、はい、気持ちとかってどんな感じですか？もうメダルとかもいただく感じですよね？そうですね、はい、まあ、でも取れた時は、はい、なんかやっぱり練習量は本当世界で一番やってるぐらいの自負があったので、はい、なんかすごくほっとしたというか、はい、努力した分報われるじゃないですけど、はい、まあ、やっててよかったなと思いました。これだけやってるから本当に結果もついてきたっていうところですよね、はいはい、逆に挫折をした時とかっていうのはありますか？まあ結構やっぱり怪我もしたりとか、はい、2017に1回アキレス腱断裂をしてって左足の、はい、それは縄跳びで、縄跳びです。はい、で、まあ、アキレス腱ってやっぱり本当に10ヶ月ぐらいはかかったんですけど、はい、もう飛ぶの命なので、はい、飛べなくなった瞬間何もできなくなってしまって、こう戻す時はだいぶ辛かったですね。今はもう戻りましたけど、今それを克服して今またどん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 回数もちょっとずつ増えているっていう。そうですね、まだこの年代なんですけどまだ自己ベストも最近出てますし、はい、まあ、やった分だけ伸びるんじゃないかなと思ってます。これからの黒野さんの中での目標とかってお伺いしてもよろしいですか？はい、まあ、今はちょっと個人戦とあと団体戦もあるんですけど、はい、最近はちょっと団体戦の方に力を入れていて、はい、まあ、チームでやる、まあ、普通に回す縄跳びだったとか、あと
はい、ダブルダッチっていう競技になってるんですけど、はい、まあ、そこを2021年の全日本を優勝したので、はい、2021年の8月に今度世界大会があるんですね。まあ、なんで本当にそこでチームで世界一っていうのを今個人も取ってチームもっていうところですね。はい、さっきの映像とか放映とかはなかなかされないんですか？そうですね、これまでは、はい、まあ、ネットでこうライブ配信みたいな形でやってたんですけど、はい、今年ちょっとコロナの状況で、はい、大会自体が映像審査みたいな形になってしまったので、はい、本当はカナダだったんですけど、はい、現地はもうできなかったので、映像送ってっていう形で、そうです、そうです。あ、そうなんですね、はい。世界の大会もそれ初めてなので、ちょっとまだどういう風にできるか、はい、どこまでこうそれが放映とか配信されるのかっていうのもまだちょっと分からないんですけど。ちょっと注目ですね。今まではもう本当に審査員の方が本当に1回1回数えて、あ、そうです、そうです。それ大体黒田さん泊まれる時に何人ぐらい押す、はい、方っていらっしゃるんですか？そうです、もうジャッジは、まあ、本当5人ぐらい並んでいて、はい、やっぱり30秒で200回以上飛ぶと、はい、ジャッジが難しいので、もう追いつかないですよね。もう見えないんですよね。見えないですね、はい、どうしてもやっぱずれちゃうので、はい、ほんと5人ぐらいいて、上と下はちょっと切り捨てて真ん中の平均みたいな形で、はい、記録が出ます。明らかに例えば205回とかってなった場合、クロさんの中で数えてらっしゃるんですか？自分の中で1,2,3,4 っていうのは、はい、もう全部数えてます。もうずっと数える感じで飛んで、はい、例えば向こうが平均が205回となった場合、はい、クロさん207回飛んだよと、はい、そこはもう講義とかでできるんですか？そうですね、あんまりにも回数が違ったら講義はできるので、はい、例えばジャッジが205回って言って自分が206回だと思っても、はい、まあ、多分その1回ぐらいは自分の感覚も絶対違うと思うので、はい、なかなか難しいんですけど、はい、3回4回ぐらい回数違ったら、こちらからもちょっと伝えられる。審判の方とかに大事なのが違うよと、はい、はい、ちょっともう1回チェックしてもらえますかと。で、審判の方で映像を見て、はい、奥が深いですよ、縄跳びって。本当にそんな競技縄跳びって全然知らなかったので、はい、今回いろいろお話を伺えてすごく勉強になりました。はい、よかった。本当に見ていただいている方も、縄跳びって競技あるのっていう方も多分多いと思うんですよね。はい、なのでちょっと皆さんもちょっと縄跳びの競技をちょっと注目してこれから見ていただきたいなと。ぜひ、はい、チェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。